最近話題の横断歩道での歩行者優先について先日も歩行者が車に対して先に行くよう合図を送ったため車が横断歩道を通過したところ警察官に呼び止められ切符を切られたというニュースがありましたとても理不尽な出来事だと思いませんか この取り締まりが正しいとするなら、運転者は何があっても、歩行者が渡りきるまで、停止しておかなければなりません。横断歩道での歩行者優先について、法令によると、横断歩道等における歩行者等の優先、第38条、車両等は横断歩道、または自転車横断帯に接近する場合には、 当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等により、その進路の前方を横断しようとする歩行者、または自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等により、その進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、 その通行を妨げなななないいようにしなければならない2、車両等は、横断歩道等、または、その手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過して、その前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。3、車両等は、横断歩道等、およびその手前の側端から前に、30メートル以内の道路の部分においては、 第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等の速報を通過して、その前方に出てはならない。横断歩道のない交差点における歩行者の優先。第38条の2、車両等は、交差点、またはその直近で横断歩道の設けられていない場所において、歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。横断の方法。 第12条、歩行者は道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。2、歩行者は交差点において道路標識等により、斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。横断の禁止の場所。第13条歩行者は 車両等の直前または直後で道路を横断してはならないただし横断歩道によって道路を横断するときまたは信号機の表示する信号もしくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときはこの限りでない2歩行者は道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては道路を横断してはならない分かるような分からないような。 警察庁さんではこの法律を少し噛み砕いて説明しています1運転者のルール横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかはその手前で停止できるように速度を落として進まなければなりませんまた歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは横断歩道や自転車横断帯の手前 停停止止線があるときはその手前で一時ををして歩行者や自転車に道を譲らななければなりません横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときはそのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では他の車を追い越したり追い抜いたりしてはいけません 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、横断歩道標識、その通行を妨げてはいけません。横断歩道、自転車横断帯とその端から、前後に5メートル以内の場所では、駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などは別です。2、歩行者のルール。横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、 その横横断断歩道や交差点で横断しななければなりませんまた、横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましょう。なお、歩行者横断禁止の標識のあるところでは、横断をしてはいけません。道路を斜めに横断してもいけません。ガードレールのあるところで横断するのも極めて危険です。また、自転車横断帯には入らないようにしましょう。 少しわかりやすくなりましたね。さらにわかりやすく、リーフレットも作られてます。これらを踏まえ、今回の件のポイントは、歩行者が横断しようとしているかどうか、ではないでしょうか。法令のこの部分。横断歩道等により、その進路の前方を横断しようとする歩行者があるときは、その通行を妨げないようにしなければならない。 警察庁さん説明のこの部分。歩行者や自転車が横断しようとしているときは、歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。そして、警察庁さんのリーフレットのこの部分。さて、歩行者が道を譲っている場合、歩行者の通行を妨げている。横断しようとしている。と言えるのでしょうか。 今回の件で切符を切った警察官は、歩行者の通行を妨げている。横断しようとしている。と判断したのでしょう。しかし、冒頭にも言いましたが、理不尽な取り締まりだと思いませんか個人的に納得できなかったので、地元の警察本部に問い合わせてみました。結論から言うと、道を譲られた場合、進行しても切符を切ることはない。 ととのことでした。当然ですが危険がないことが条件に。です。余談ですが県警本部の方もこのニュースが気になったらしいです。いろいろ調べていくと単純な出来事のようではなかったらしくニュースになっていた件に関しては適切な取り締まりだったかも。とのことでした。警察本部に聞くついでにもう一つ聞いてみました。 このような交差点があります拡大するとこんな感じです矢印のように東から進行してきて左折南方向へ向かっていますこの状況で西から東へ横断しようとしている歩行者がいる場合運転者は歩行者が赤丸の場所にいても待つ必要があるのでしょうか皆さんはどう思いますか私は 歩行者がこの辺りに来るまでであれば、進行してもよいのではと思うのです。県警本部の方からの回答はこうでした。基本的には、私の考えている通りですが、当然のことながら、歩行者の安全を妨げるようなことがなく、横断歩道を通過する際は、手前で一旦停止、通過時は徐行すること。これらが守られていることが前提です。しかしながら、 その場の状況もあり、違反とされる場合もあるかもしれません。取り締まる警察官も100%正しいとも言い切れません。自分は間違っていない。という証拠を残すことが大切です。いつ、理不尽な取り締まりに遭うかもしれません。こういった取り締まりにも、ドライブレコーダーは有効です。とは言いながら、私の車には、ドライブレコーダーをつけていません。 そろそろつけるべきかも。と思っているところですが今回は警察庁のサイト地元県警本部への問い合わせを参考にこの動画を作成しましたが各都道府県各警察官によって法律の解釈が違う場合があります面倒でもこれで文句はないだろうというくらいの安全運転が必要ということでしょう最後に 今回のような歩行者が車に譲る行為はごく普通にあることだと思います。法令に、ただし、歩行者が譲った場合はこの限りではない。という一文をつけてほしいものです。それでは皆さん、今日も安全運転をお願いします。